駅は福岡県福岡岡県市中央区白金1丁目にある西日本鉄道、福岡市地下鉄の駅。西鉄天神大牟田線と福岡市地下鉄、七熊線の2路線が乗り入れるほか、博多駅方面へのバス乗り換え駅として機能するなど、交通の結節点となっている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。全列車が停車する。駅番号は T、T02。 ホーム有工長は10両分ある。配線図島式ホーム1面2線を有する地下駅。城南線の地下に位置する。エレベーターは七熊線の改札街から西鉄の改札街まで直通している。駅番号は N14。駅のシンボルマークは空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした西島勲が2001年に指揮をしたため、それ以前に描かれていた原案をもとに、 息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。モチーフは、役員にちなんだ乳鉢と乳房。天神南駅が管理し、日本通運福岡支店が、駅業務を受託する、業務委託駅である。駅名表配線図、西鉄天神大牟田線と地下鉄七熊線では、連絡定期券が発売されており、両者の定期券を1枚として購入できる。 当駅を乗り換え駅とする経路のほか、天神、西鉄福岡駅と地下鉄天神南駅を乗り換え駅とする経路の連絡定期券を購入できる。通勤定期券のみならず、通学定期券についても同様の取り扱いとなっている。天神の南側に位置する。駅名の役員は駅周辺にある地区名であるが、駅そのものは八金地区に位置しており、駅前の道路を 約50メートル西側に進んで橋を渡った先が役員地区となる。駅自体が西鉄役員駅ビルとして書店や喫茶店などが入居している。周辺は大規模な店舗は少なく、事業所、事務所、大手企業の支店などが比較的多い。ありがとうございます。